ジョゼフ・マイケル・ネイさんは、アメリカが衆国テキサス州ヒューストン出身の、元プロ野球選手、ウトウミギウチ。現在は、MLB のミネソタツインズのシニア・バイス・プレジデントを、務める。2004年から2014年にかけて、主に、ミネソタツインズなどで、MLB を代表するクローザーとして活躍。歴代8位の通算377セーブ。 通算787登板の記録を持つ、テキサス州ヒューストン生まれ、ニューヨーク州、ミドルタウン育ち。子供の時はニューヨークメッツのファンだった。同州パインブッシュのパインブッシュ高校に進学し、野球部では遊撃手として活躍。そこから NCWA ディビジョン I に所属する大学への進学を目指すが、姉さん自身が、 多少の興味はあったというオクラホマ州立大学を、はじめとする強豪校は姉さんに関心を示さず、結局ディビジョン3所属のニューヨーク州立大学、ストーニブルック校へ入学することになった。同校コーチのマットセンクが、パインブッシュ高校コーチのジェフ・マイ・ソネットと、大学時代のルームメイトであったことも、この進度選択に影響している。大学に入って、すぐ、 練習で、姉さんが一塁手へ、矢のような送球をしたのを見た先駆は、姉さんを投手としてもテストしてみる。だが、週に1、2試合しか登板しない投手をやらせるよりも、毎日出場できる野手の方がいいだろうという先駆の判断により、姉さんは遊撃のポジションに止まった。姉さんは強打のラインドライブヒッターとして活躍。 先区の母校であるニューヨーク州立大学コートランド校と対戦した際には先区曰く430フィートは飛んだという特大の本塁打を放っている。だがそれでも姉さんを視察するプロのスカウトの多くはその体つきと強権から将来の投資転候を期待していた。姉さんによれば彼が将来は野手一本で行くつもりですと告げると興味を失う。 スカウトがほとんどで、姉さんを養子として、スカウト活動をしていたのは、最終的には、サンフランシスコジャイアンツとフィラデルフィアフィリーズの2、球団だけになったという。1995年6月、ドラフト6巡目で、ジャイアンツから指名された姉さんは、その翌日に入団契約を結び、プロ入りする。自分を遊撃手として評価してくれた球団からの指名に、姉さんは喜ぶが、 ジャイアンツのスカウトのアラン・マーは、姉さんの早急時の腕の動きが、まるで投手みたいだと、投手としての可能性も視野に入れていた。入団後すぐ、姉さんは、マイナーリーグの A-9、ビリンガムジャイアンツでプロ初出場。だがこの年は56試合に出場し、打撃では打率、232オプス、665、遊撃守備では26失策、守備率、 897と、攻守に制裁を書いた。1996年のスプリングトレーニング中に、球団から呼び出された姉さんは、投手への転向を打診される。しかしプロ入り前から遊劇手に強いこだわりを持っていた、姉さんは、涙ながらに、これを拒否し、しばらくオフが欲しいと申し出て、チームを離脱した。大学に戻った姉さんは、野球部で練習を続ける傍ら、 経営管理学の学位を取得するために学問に励む。さらにその間には、証券会社での勤務なども経験するが、これがきっかけで、毎朝5時に起きては、受話器を片手に9時間も10時間も働く、という生活を送ってみて、プロの野球選手っていいなぁと思えるようになったと、姉さんの心境に変化が現れた。ジャイアンツ GM のブライアン・セビアンに、 復帰の意思を表明する書類を提出した姉さんは、1997年5月に学位を取得し大学を卒業、その2日後にアリゾナ州にある球団施設に合流し、球団の求めに応じて、投手として現役復帰する。A-9 セーラムカイザーボルケーノズで、基礎から学んだ姉さんは、速球と鋭く曲がるカーブを武器に、18試合62イニングを投げて、 防御率2.47という成績を残した。翌1998年には A 級サンロゼジャイアンツを経て AA 級シュリーブポートキャプテンズまで昇格。ニクラスで全26試合に先発登板し9勝9敗、防御率3.93を記録する。1999年にジャイアンツのスプリングトレーニングに参加した姉さんはスティーブ・ソダーストロムや クリス・ブロック、ミゲル・デル・トロラと先発ローテーション5番手の座を争う。結果はブロックがローテージとなり、姉さんは開幕を A 級シュリーブポートで迎えることに。だが4月中にメジャー初昇格を果たし、21日のフロリダ・マーリンズ戦でメジャー初登板を果たした。この試合で先発した姉さんは7イニングを投げ、初回と6回以外は毎回得点圏に走者を背負う。 投球となったが無失点で切り抜け、勝利投手となった。その後は、トリプル A 級フレズのグリーズリーズへの降格と、メジャー昇格を繰り返しながら、メジャーでは19試合に登板し7勝4敗、防御率4.18という成績を残した。2000年には、前年を上回る20試合に登板。しかし、シーズン終盤に右肩を痛め、手術を受けた。 2001年にはメジャーでの登板はなく、マイナーでもトリプル A 級、A 級合わせて、防御率7.29しか残せなかった。2002年9月11日にメジャーで再び復帰し、4試合を投げシーズンを終えた。故障が多いため、中継ぎへ転向し、迎えた2003年には、リーグ5位の78試合に登板し、リリーフ投手で、メジャー最多の12勝、19ホールド、 防御率2.96を記録した。2007年2003年11月14日に、フランシスコ・リリアーノとブーフ・ボンサーと共に、エ j ジェ・ピアジンスキーとのトレードで、ミネソタツインズへ移籍した。前年までチームの抑え投手だったエディ・グアダードが、シアトル・マリナーズへ移籍したツインズは、ネイサンを抑えに抜擢した。2004年は、エキシビジョンゲームや開幕直後に不安定な投球を、 見せたため、クローザーが務まるか疑問視された。4月15日から6月4日にかけての20試合連続無失点を記録し、5月8日から8月15日にかけて、球団新記録となる27回連続セーブを記録。初選出となったオールスターでは、1回を無失点に抑え、2奪三振を記録。クローザーの地位を不動にし、44セーブを挙げた。 サイヤング賞の投票では、ペドロ・マルティネス、フランシス・コロドリゲスに並ぶ4位に入り、MVP の投票では12位に入った。ツインズ時代2005年は2年契約の2年目で、契約を満了していないにもかかわらず球団は、スプリングトレーニング期間中の3月4日に2006年から2年、総額1000万ドル、2008年はオプションで600万ドルで、契約延長。 レギュラーシーズンでは、開幕から5月10日にかけて15試合連続、無失点を記録し、昨年に続き、オールスターに選出された。7勝4敗、リーグ3位の43セーブを記録し2年連続、40セーブは、球団史上3人目の快挙となった。2006年開幕前の3月に開催された第1回、ワールドベースボールクラシックの アメリカ合衆国代表に選出された。シーズンでは6月24日のカブス戦で、球団史上5人目の通算100セーブを達成し、9月9日のタイガース戦で、通算117セーブ目を記録し、エディ・グアダードを抜き、球団通算セーブ記録で単独2位となった。64試合に登板し、7勝0敗、防御率1.58、36セーブを記録した。 サイヤング賞では5位に入った。2007年は37セーブを記録し、球団史上初めて4年連続で36セーブ以上を記録した。ツインズ遺跡後の2004年からの4年間で、マリアノ・リベラに並ぶリーグ最多通算160セーブを記録した。シーズン終了後の10月29日に球団が2008年のオプションを行使し、残留が決まったものの、 トレード話が取り沙汰された。2008年は、以前から引退するまでツインズで投げたいと公言していた姉さんに対して、球団は3月24日に1年総額600万ドルの契約を一旦取り下げると、2008年から4年、総額4700万ドル、さらに5年目の2012年は1250万ドルの、球団オプションに2万ドルのバイアウト付きという内容で再契約した。 同年のレギュラーシーズンは自己ベストの防御率1.3339セーブを記録したがセーブの失敗が自己アーストの6回を記録した2009年はブライアン・フエンテスに次ぐリーグ2位の47セーブを記録した2010年はトミー・ジョン手術のため全球となる2011年に復帰したが不本意な成績に終わったツインズでの通算260セーブは ディック・アギー・レラの254セーブを抜いて、球団最多記録。2011年オフに、FA となり、先発転向のネフタリ・フェリスに代わるクローザーを、探していた、テキサス・レンジャーズと2年契約を結んだ。2012年は、同年のオールスターゲームに選出され、37セーブを記録。2013年4月9日のタンパベーレーズ戦で、通算300セーブを達成。 43セーブを記録オフに FA となる。2013年12月4日に2年総額2000万ドルでデトロイトタイガースと契約。タイガース加入1年目はリーグ5位となる35セーブを挙げたが、自己アーストのセーブ失敗7回、防御率4.81は自己アースト3位、ホイップ1.53は実にメジャー2年目の2000年以来となる自己アースト2位に終わり、 セーブ数とは対照的に大不振に陥った。2015年4月6日の対ミネソタツインズ戦でシーズン初登板し、セーブを挙げた。しかし、その後、肘に不調を発症してマイナーで調整登板していたが、そこでさらに痛みが増したため、検査を受けて結局自身二度目となるトミー・ジョン手術を受けることになった。40歳と高齢である事情もあり、 このまま引退に追い込まれる可能性も取り沙汰されたが、姉さん自身は復活を目指し、引退するつもりはないと明言した。11月3日に FA となった。2016年5月17日にシカゴカブスとメジャー契約を結んだ。球団は60日間の故障者リストに載せた。7月24日にメジャー復帰し、同日のミルウォーキーブルワーズ戦で遺跡後初登板で、 勝利投手となった。8月5日に故障者リスト入りしていた、ホルヘソレアの戦列復帰に伴い、メジャー登録枠を開けるために40人枠から外され、事実上の戦力外となった。2016年8月16日に、フルスジャイアンツとマイナー契約を結んだ。9月3日にメジャー契約を結び、アクティブロースター入りし、9月4日のシカゴカブス戦の 延長12回裏に登板し、1イニング無失点だった。11月3日に FA となった。2017年1月31日にワシントン・ラショナルズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。8月30日、フルスのミネソタツインズを通して現役引退を発表。同時に、 同級団のシニアバイスプレジデントへの就任が発表された。球種は元来、最速時速 160.9km、平均時速 150km のフォーシームに、平均時速 128km のカーブ、平均時速 133km のチェンジアップの3球種だった。2003年には、平均時速 142km のスライダーを習得し、以降は、 メインの変化球をカーブからスライダーに変更した。ツイン追跡後は稀にカットボールも投げるようになり、全体的に球速も上がっていった。前世紀にはカーブを投げる頻度も大幅に減り、フォーシームとスライダーの2球種で、投球全体の約90%以上を占めた。トミー・ジョン手術分けの2011年以降は、ツーシームも習得し、再びカーブを使い始めた。また、 速球の割合を減らし、スライダー、カーブ、チェンジアップが約40から45%を占めるようになった。急速と球威の低下をカバーするため、パワーピッチャータイプから技巧配寄りにシフトしている。脱三振が多く、リリーフに転向した2003年以降5年連続で、脱三振数が投球回数を上回っており、その間の脱三振率は10.91に達している。 ゴー、AO が1を下回り、典型的なフライボールピッチャーだったが、その比率が2007年に1.04と1を上回り、2008年には1.42と年々上昇している。請球はやや荒れ気味で、ジョニー・デーモンは、姉さんは力強い球を投げるけど、そこら中に球が散る時があると評している。投球モーションが大きいため、盗塁阻止率が低いが、リリーフ転向後は、 死球で無駄に走者を出すことはなく、余死球率はツインズ、レンジャーズ時代にかけて2点台以下を記録している。ポストシーズンでは通算10試合に登板しているが、防御率8.10とよく打たれていて、各シリーズを突破したことがない。ありがとうございます。